こんにちは。ステージ衣装専門店ゆうゆうモデルです。お声聞こえていますか？映像見えていますか？心の準備はいいですか？皆様、ライブ配信にお越しいただきありがとうございます。ゆうゆうモデルのライブ配信デジタル化しました。気づいた方いらっしゃいますか？気づいた方いらっしゃいましたらコメントください。よろしくお願いいたします。さあ、今日の最初のゲストは望月裕二&千鶴子さんです。後半のゲストはスペシャルゲスト、なんとあの北原明さんです。ライブ配信なので質問や感想などをコメントしてもらえたらお答えします。直接質問ができる機会はなかなかないので貴重ですよ。ゲストの方へのコメントはゲストの方のお名前を添えて質問をお願いします。気軽にコメントしてくださいね。そして毎週土曜日ライブ配信の終わりの方では視聴者プレゼントのコーナーがあります。お楽しみに。それではまずはこちらのコーナーから。ゆうゆうモデルの歌謡祭でも行っているコーディネートをご紹介するコーナーです。その前に皆様結構いらっしゃっていただいているのでご紹介します。小杉さんこんにちは。井上さんこんにちは。中城さんこんにちは。あ、美里さんこんにちは。上田さんこんにちは。柴谷さんこんにちは。安倍さんこんにちは。皆様お越しいただきありがとうございます。芋貞子さん、安倍さんもこんにちはですね。はい、ありがとうございます。それではこちらのコーディネートご紹介するコーナーに行きます。どうぞ。ご紹介いたします。スパンコールがキラキラして華やかなストレッチ素材のソーレースドレスです。自由自在にアレンジできるスカーフが特徴です。シワにならず持ち運びに大変便利です。蜃気楼柄のシワ化のジャケットです。少し派手めのシワ化には襟とポケットの黒いラインでバランスよく足を長く見せます。風格感高いジャケットです。ベトナム民族衣装の泡材です。ソーレース全体にオーララカラーの石を散りばめた豪華なドレスです。ゆうゆうモデルの特典としてお好きな2色のパンツが選べます。続いてはミニファッションショーです。スタイルをワンポイントにコーディネートしました。最高級のロイヤルブルーのソーレースに同色のスパンコールを織り込んだドレスです。胸元にパールと石が装飾されたエレガントなドレス。
ました。それでは、今日の前半のゲスト、望月裕二&千鶴子さんにご登場していただきましょう。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい。では、まず自己紹介をお願いいたします。はい、望月裕二と言います。はい。あと何言えばいいの？とりあえず、奥川坊城っていうのを、CD を出すことになりまして、で、隣の女房の千鶴子が、とデュエットした、クラス会という歌も一緒に歌ってますので、ぜひ、演奏会聴いてください。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いいたします。ちょっとだけ皆様いらっしゃっていただいているので、お名前だけ呼ばせていただいていいですか？すいません。中西さん、こんにちは。清岡さん、こんにちは。こんにちは。江藤さん、こんにちは。島根さん、こんにちは。井上さん、こんにちは。高谷さん、こんにちは。江島さん、こんにちは。あ、池田ありささん、こんにちは。皆様お越しいただきありがとうございます。それでは、千鶴子さんの方ご紹介お願いします。はい。千鶴子と申します。はい。この度、ひょんなことで、私の、新潟県の、生まれ故郷の、阿賀町の、復興、いろいろ、ふるさと納税のような気持ちで、町おこしで、私が生まれ育ったところを、PR 的な詩を頑張って書きまして、作詞作曲家の星恵三先生に全面的にいろいろご相談をして、今回、奥阿賀墓場という、歌をね、今度 CD にということで、主人が頑張って歌うことになりまして、はい、そういうことなんでよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、最近はいかがお過ごしですか？ですね、もう外出禁止なんでね、もう家の片付けを一生懸命やりましてですね、だいぶ過ごしやすい家にだいぶなりましたね。そうなんですね、はい。小田切さん、こんにちは。金沢さん、こんにちは。名越さん、こんにちは。皆様お越しいただきありがとうございます。それでは、生ライブ配信は初めてでいらっしゃいますか？はい。はい。またステージと全然違う感じだと思いますが、いかがですか？もうちょっと緊張ですね。千鶴子さんは、ね、そうですね。はい。いつもおしゃべりなんですけれども、今日はあんまりしゃべらないように、そうなんですね、おしとやかに。はい。川端さん、こんにちは。伊藤さん、こんにちは。金沢さんからコメントいただいております。こんにちは、と。こんにちは。はい。それでは、質問コーナーへ参りたいと思います。ダダン。デビューのきっかけは何ですか？ですね、私の、女房の実家が、ふるさとがですね、新潟県阿賀町という、皆さんご存知ないかと思うんですけれども、すごい片田舎の生まれでしてですね。はい。作詞をね、してまして、で、奥阿賀墓場、田舎の、詩を書きましてですね、でなかなかいい、星恵三先生に作曲していただきまして、なかなかいい曲が できて、はい、プライベートでも歌ってたんですけれども、ちょっと田舎のね、町おこしも兼ねて、ちょっと宣伝したいなということで、先生に相談しましたら、なんとかじゃあ CD 作りましょうっていうようなことになりまして、で、急遽CD デビューという形になりました。そうなんですね。はい。はでは、次の質問に参ります。憧れの歌手は誰ですか？当然、加納博士さんですね。はい。星先生との絡みでですね、はい、加納さんともずっともう10年近く、お付き合いさせていただいて、うん、人柄も素晴らしい人なのでね、本当に心から、尊敬できる方だと思います。はい。千鶴子さんは私はすいません。ちょっと畑違いの、人間が演歌なもので、はい、坂本冬美の暴れ太鼓とか、元気のいいのが本当は好きなんですけど。そうなんですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、それでは、望月
ゆうじ&ちづこさん、曲の紹介何か説明とかとともにしていただけますか？はい。はい。曲の方は、私が、作詞を、いたしまして、はい、で、全面的に、星慶三先生から、作詞の、こととかいろいろ教えていただいて、はい、で、先生が、作曲をね、していただいて、はい、なんせ、叙情歌はすごい素晴らしいと私は思っておりますので、はい、それで、町おこしで、もう本当にね、人口4500人くらいしかいない小さな町でね、ふるさと納税でね、なんとか細々と生きているような町でございますので、なんとか町を活性化させようと思いまして、それでもうダムに入れるしかないという結論が出たんで、頑張って、こういう運びとなりました。では、曲の紹介をお願いします。はい、奥和賀慕情です。じゃあ、どうぞ。こんにちは。斉藤さん、こんにちは。上川さん、こんにちは。川原茂子さん、こんにちは。山本さん、こんにちは。宮城さん、こんにちは。宮島さん、こんにちは。白山ゆかし天の里思えろ目に浮かぶつづらの川に朱塗り橋朝もやすがしき麒麟山奥和賀小さな村にここも立てずに聴きいただいている曲は望月裕二&千鶴子さんで奥和賀慕情でした。続いてはこちらのコーナーです。ゆうとゆうの対談コーナー。こちらのコーナーはゆうゆうモデルの社長と対談するコーナーです。ちょっと視聴者の方が増えているのでご紹介、挨拶だけですね、させていただきます。石田さん、こんにちは。池田さん、こんにちは。倉谷さん、こんにちは。稲又さん、こんにちは。天野さん、こんにちは。この花さんですね。すいません、この花さんでした。レイジュさん、こんにちは。はい、マイク川原さんの奥様からこんにちはとコメントいただいております。はい、それでは社長対談お願いいたします。どうもお待たせしてます。今ね、なかなかこういう状況で会えなくて、はい、久しぶりに会いし、ま、お会いしまして、ね、はい、よろしくお願いいたします。今ね、奥和賀慕情、望月さんの歌聞いてすごくいい声してますね。 ありがとうございます、素晴らしいなと思って。で、奥和賀にはよく行かれるんですか？年に本と5月の連休後には必ず。あ、そうなんですか。はい、どんな町なんでしょう？はい、新潟県は信濃川と阿賀野川っていう2つの大きな川がありまして、ね、ますね、はい、で阿賀野川の方なんで福島県とかずっとこう上がっていくこういうね、はいはい、とてもいい感じのね、ところで、その町の宣伝にもなればということで、それで
頑張って詩を書いて、はい、はい、見ました。はい。今そこにポスターに、はい、貼ってある、ね、あの川が、阿賀野川なんですね。そうです、はい。はい。あの山は何という山なんですか？麒麟山。今、麒麟が来るということで、NHK でなってますけど。やってますね、はい。うん。麒麟ビールの麒麟ですね。想像上の。はいはい。あれが昔からそういうふうな感じで、あとお酒がとてもね、お米とお酒が、あれなんで、麒麟、ね、とか麒麟山酒造という大きな2つの、酒蔵がございまして、お酒はかなり有名でございますね。はい、じゃあ、むちぎさんもお酒は。まあ、お酒大好きで。大好きで。何でも何でも。何でも何でもなりますけど。そうなんですか。はい。あと、この歌は、はい、星慶三先生がいろいろとね、お世話そうですされたということなんですけども、ほぼ全面的、もう三岡さん全部お任せで、ね素晴らしい先生、山本さんこんにちは、本当に尊敬しております、なんですけども、はい、塩地さんこんにちは、結構ね、いろんな前田さんこんにちは、中村さん、ね、こんにちは、書いていただいたり、加納さんはじめ本当にね素晴らしい方が、この楠代さんっていう方がね、はい、やっぱり今素晴らしいシャンソン系で、すごいですよ。なるほどね、はい、すごい活躍されていますからね、はい、嬉しいです、あともう一つこうクラス会の歌ってなんか変わった名前なんですけど、はい、これは何ですかですね、うちの阿賀町は、結婚しない男の人が多いんです、40代以上、はいはい、あ、そうなんですか、うん、それなんで婚活応援歌の意味も含めてでしばらく出会った者同士がで、じゃあ一緒に暮らそうかいっていうことで、先生のあれでもって暮らす会っていうことでね、それでみんながね、幸せになればいいかなということで、はい、はい、ありがとうございます。ちょっと今コメントが入ってるみたいです、はい、はい、塩に収まると書いて縁夏読みますと、以後よろしくお願いいたしますと、わざわざ読み方を教えていただいてありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。縁夏さんですね、覚えます。はい、はい、そして渡辺さんこんにちは、成田さんこんにちは、こんにちは、あと匠亮さんいらっしゃっております。こんにちは、こんにちは、はい、はい、あ、すいません、はい、そしたらあれですか、そういうクラス会っていう、はい、そういうのは向こうのところでもいろいろと企画してやってるんですかね。クラス会は年齢関係なく、うん、もう70になっても80になってもクラス会皆さん集まっておりますので。そうなんですか。ましてやもう30、40代もう結構かなりの幅広いんですよね。30、40って若いですよね、うん、はい、そうですね。それなんでかなりいいかなという感じで期待はしておりますので頑張ります。それの応援歌ですね。川口さんこんにちは、すさみさんこんにちは、ね、はい、はいはい、じゃあその奥川墓場とクラス会の歌っていう両方をね、はい、これから、ね、はい、どん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 、はい、そういえばデビュー、これはデビュー曲なんですかね。そうですね、はいはいはい、はい、ちょうどじゃあこれからね、コロナもちょっとずつ収まってきたんで、そうですね、ぼちぼちと活動していただいて、そうですね、はい、はい、もう7月ぐらいからね、はい、ちょっと宣伝かなと頑張っていこうかなと思います、はい、はい、わかりました、はい、じゃあすいません、今日はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。ななこさんこんにちは、小田切さんこんにちは、森さんこんにちは、坂爪さんでいいんですかね、坂爪さんこんにちは、ガッパさんこんにちは、猪俣さん、さくらさんこんにちは、皆様お越しいただきありがとうございます。はい、それでは今後のご予定など何か PR ありましたらお願いします。ニューモデルさんの、はい、コンサートがありますので、はい、そう、私たち初舞台になりますので楽しみですね。私たちも楽しみにしてるんで、皆さんもぜひ見ていただければと思います。はい、じくまりさんこんにちは、山野さんこんにちは、うさみさんこんにちは、皆様お越しいただきありがとうございます。今日の最初のゲスト、望月雄二&千鶴子さんでした。ありがとうございました。
さあ、それでは皆様、続いてのゲストの方をご紹介いたしますね。続いてのゲストの方ですが、皆様ご存知でしょうか。ゆうゆうモデル歌謡祭9月3日にもご出演される北原明さんです。あの、質問コーナー何かございましたら、ご質問コメントでお受けできますので、もしございましたらね、北原明さんへと添えていただければ、こちらで質問させていただきます。深谷さん、こんにちは。深谷二郎さんですね、こんにちは。はーい、マリンさん、こんにちは。平貴子さん、こんにちは。皆様お越しいただきありがとうございます。もう先ほどの望月雄二&千鶴子さん、本当に優しそうな雄二さんとチャーミングな千鶴子さんでしたね。お忙しい中ご出演いただきありがとうございます。望月雄二&千鶴子さんにはこの後の雑談コーナーにもお付き合いいただきます。上川さん、こんにちは。大門美智子さん、こんにちは。皆様遊びに来てくださりありがとうございます。それでは皆様お待ちかねのスペシャルゲストの方にご登場していただきましょう。続いてのゲストは北原明さんです。こんにちは。はい、よろしくお願いいたします。ではまず自己紹介お願いいたします。はい、歌謡曲から演歌からジャンからセクス全て歌っていて、最近の曲はオーダース音楽のボーカリストとしても頑張ってます。おお、すごいです。北原明です。よろしく、はい、今日はお願いいたします。よろしくお願いします。奈美悦子さん、こんにちは。こんにちは。岡本さん、こんにちは。お越しいただきありがとうございます。それでは北原明さん、あの、最近いかがお過ごしでしたか。はい、もう最近というか、家でいるしかないステイホームですかね。そうですね、うん、まあ、でもおかげさまで作曲の曲がいくつもできましたので、うん、すごいですね。こんな時期がこんな仕事やる時期なのかなと思いながら、はい、見たりそうなんですね。ちょっとマイクの方がすいません、調子が悪いですかね。皆さん、北原明さんのお声聞こえてますか。大丈夫ですか。もしあのコメントいただけるとわかるので反応していただけたらと思います。声どうですかね、届いてますか。光さん、こんにちは。大塚さん、こんにちは。窓谷さん、はい、届いてますか。見ていただいている方、コメントいただけると助かります。多分向こうのマイクが入ってます。ちょっと喋っていただいていいですか。すいません、北原さん。はい、はい、皆さんマイク通ってますかね。届いてますでしょうか。泉さん、こんにちは。聞こえてますか。北原明です。入ってないですね。こんにちは。こんにちは。もうこの際ですけど、何回もこんにちは。ちょっとあの、そしたら私のマイクをあれですかね、こちらに持っていきましょうか。よいしょ。
あの北原さんの方マイク入ったと思います、はいはい、皆様いかがですか。あ、こんにちは、見えてますよ。永田さん、あ、永田さん先日の、はい、ライブ配信お越しいただきありがとうございます。こんにちは、永田さんかな。はい、はい、梅沢さんこんにちは。こんにちは、はい、すいません、進行の方戻らせていただきます。はい、よろしくお願いいたします。生ライブの配信は初めてで。あ、初めてですね。はい、はい、どうですか。いや、こういうのもありだなぁと思いながら、これからこういう番組にいっぱい出たいなって今思っております。あ、本当ですか。はい、それでは北原明さんへの質問コーナーへ参りたいと思います。はい、だだん、デビューのきっかけは何ですか。デビューのきっかけというよりもですね、はい、まず歌手になろうなんて思ったのが小学校4年生ぐらいで、はいはい、で中学1年生からジャズの先生つきまして。あ、そうなんですか。はい、で高校2年生の時に、はい、歌謡曲を1曲出しましたね。そんな流れで現在に至っています。はい、ありがとうございます。あの北原さんといえばダンスですが。そうですね、はい、今から30年ぐらい前なんですけど、社交ダンスのボーカリストとして、あの初めてのアルバムを、歌のアルバムを出しまして、はい、それが日本の第1号というタイトルをいただいて出しました。すごいですね、はい、はい、ありがとうございます。ダンス自体はずっとされてるんですか。ダンスは下手です。あの、というのはね、はい、あのダンスのボーカリストなので、あの多くのお客さんにこう踊っていただくための歌い方をするという。あ、はい、ですから歌謡曲演歌の歌い方とちょっと違う部分があって、はい、社交ダンスを歌ってるっていう歌い手さんがいたらはきっと仲良しになると思いますので、お話をしたいですね。今度9月3日は、はい、じゃあもう北原さんのためのようなステージですね。そうですね、はい、はい、もう前回もしていただいて、で今回もきっといいショーができるんじゃないかなと思ってますので、お客様にはぜひいっぱい見に来ていただきたいと思ってます。はい、マイクの調子がちょっと戻るので、はい、はい、少々、あ、聞こえてますでしょうかね。もうバッチリですよ、はい。はい。声はいいでしょうか、悪いでしょうか、大丈夫でしょうか。中野さん、はい、ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。はい。それではな、あの北原明さん、曲の紹介を。はい、お願いいたします。はい、これから流していただく曲は、はい、川は黄昏に流れるという曲なんですけども、はい、どのような曲なんですか。これは人生をこう歌った、はい、まあ、自分自身を例えたような曲なんですけれども、作詞作曲は自分でしております。はい、すごいですね、はい、今の時代にちょっと合ってるかなという感じがするんですけども、まあ、曲としては叙情歌の曲に仕上げてます。ぜひ聴いて覚えていただきたいと思います。はい、では曲の方、はい、北原明で川は黄昏に流れるです。どうぞ。今は赤木ダンスホールの曲で、こちらですね、違いますね。その前ちょっと流れてた番組ですよね。これが赤木ダンスホール、赤木ダンスホールだ。今頑張っております。はい、ね、まあいい、ね、いい曲がいっぱいあるのでみんな流したいんですけども、これもいいですね、素敵な曲です。こちらはダンスの、はい、そうですね、これも素敵な曲だと思います。いいお声ですね、まあ、ありがとうございます。ありがとうございます。本当にもうマスクもいいですし、お声もいいですし。マスクを褒められたの初めてですけど、普段褒められない、ね、人生最初で最初です。では聞いていただきましょう。大変失礼いたしました。北原明さんで川は黄昏に流れるです。
どうぞ。ささやかな望みも愛す人もみんな散り散りに黄昏れた街に川見つめて泣き濡れているこの世の花も慰めながら川は流れるひたすらに流れる。岩井さん、こんにちは。ただいま聴いていただいた曲は北原明さんで川は黄昏れに流れるです。では続いてのコーナーに参ります。ゆうとゆうの対談コーナーです。こちらのコーナーはゆうゆうモデルの社長とゲストが対談するコーナーです。社長お願いします。はい、あ、こんにちは。こんにちは。どうもご無沙汰してます。よろしくお願いいたします。なんか今、はい、いろんなところのイベントがちょっとね、はい、なくなったりして、ずいぶんなくなりましたね。はい、はい、まあ、その辺に対する対策みたいなのが何かあるんですか。まあ本当に、ね、まず自分のショーとしてはですね、8月に大きなディナーショーがあって、はい、貸協会の会長の田辺さん、ここねさんもみんな応援に来ることになってまして、それは全部中止になりました。あ、そうなんですか。はい、ただそれを年内に11月ぐらいに持ってきたいなという計画でおりますけど、はっきりどうなるか分からないですね。あ、なるほどね。はい、はい、私どもはね、出ていただいて9月3日、はい、北原明さん、はい、ダンスの一緒に歌っていただけるということで、はい、期待していますけども、そうですね、はい、あの、なんとか頑張ってやりたいなと。プロのダンサーの先生と一緒にやらせていただいて、はい、と、もうそれも大きな楽しみの一つなんですけど、やらせてもらいたいですね。そうですね。なんとか頑張ってやるように努力しますので。はい、よろしくお願いいたします。はい、ね、なんかね、去年6月に、やっぱりうちでダンスの、はい、ね、同じことやりまして、はい、非常になんか評判が良かったんで、また今回ね、はい、やってみようっていうんで、6月に予定してたんですけども、はいはい、それはまあ、6月19日を9月3日に変更して、はい、なんとか頑張ってやりたいなっていう、やっぱりあれですか、川は黄昏れに流れるっていう曲は、はい、これはなんか踊るっていうことをイメージして作られたんですか。もちろんそうなんですね。曲は叙情歌として曲を作曲しましたけど、このリズムテンポはもう社交ダンスのワルツ、はいはいはい、あ、ワルツで、ワルツの曲を踊れるように作りましたので、はい、あ、なるほど、この曲を聴いて踊りにくいっていうダンサーがいたとしたらば、はい、その人は逆に潜りだなと僕は言いたいんですけども、このリズムテンポのこのワルツのスピードというのは実は世界統一なんです。あ、なるほどね。ちょっと今コメントが入ってるんで、はい、その続きをまた、はい、はい、はい、読ませていただきます。柴谷さんからこんにちは。はい、こんにちは。そちら雨はどうですかと。雨少し降ってますね。まだ降ってますね。はい、はい、そして先ほどマイクの調子悪かった時に、はい、マイク川原さんの奥様からよく聞こえていますよと、はいはい、あ、マイク川原さん、はい、まあお元気でしょうかね。横浜の方ですよね。はい、はい、元気ですかね。先日、はい、うちにも来ていただきました。そうですか、はい、よろしくお伝えください。はい、皆様聞こえましたとありがとうございます。コメントいただいて、そしてマイク川原さんの奥様からですね、はいはい、社交ダンス楽しいですよね、ハートと、可愛いコメントが入っております。あ、今度は僕の社交ダンスに来てください。奥様もご一緒にマイクさんと一緒に、そうですよね、はい、はい、花笠さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。ワルツっていうことなんですけども、はいはいはい、ワルツっていうと、なんか、僕のイメージだと、外国の歌っていうか、はい、そう、英語の歌か、まあ、
わかんないですけども、はい、そういう感じのイメージがあって、はいはい、なんか、日本の、日本語の歌でワルツって言うとあんまりないんじゃないかなと思うんですけど、その辺はどうなんでしょう。言葉を返していいでしょうか。はい、どうぞ。はい。もう、ワルツの名曲、日本の歌、もういっぱいあるんですね。あ、そうなんですか。はい、一番近い曲ですと、あの、法要のアルバムワルツなんですけど。はいはい。レアレさん、こんにちは。昔の歌で言うと、アザミの歌とかですね。はい。全部あれワルツ。ワルツですよ。あ、そうなんですか。あれもワルツです。はいはい。名曲いっぱいありますね。あ、なるほどね。はい。それのトップスター、トップ歌手は北原明さん。あの、社交ダンスにおいてはと、自由しておりますけども。はい。はい。これ、今年からはちょっと歌謡曲演歌の方も力を入れたいと思っております。あ、なるほどね。はい。はい、で、ね、うちで企画してて、ダンスと、から、まあ、そういう歌謡曲っていうんですかね。はい。と一緒にちょっと組み合わせて、はい。まあ、コラボしてやればどうだろうっていうことをね、北原さんから言っていただいて。そうですね。はい、あの、30年ぐらい前に僕が社交ダンスを、ダンスホールに出演して歌い出したのが初めてで。はい、あ、そうなんですか。はい。全部外国の曲だったんですね。あ、なるほどね。ええ。で、僕は日本の曲を、例えば、君からお雪をっていう、はいはい、あの単語の曲を、ステージホールで歌ったんですね。あ、なるほど。はい。そしたら反響がすごかったんですね。というのは、今までは音楽を聴きながら踊ってる人たちが、一緒に口ずさみながら踊るようになったんですね。ああ、そういうことなんですね。はい。それが僕の一番最初で。あ、なるほど。はい。はい。それからずっと、はい、そういう曲を作りながら、ほとんどやっぱり作詞作曲されてるんですか？歌謡曲はだいたい半分ぐらい自分で作詞作曲して、あとは先生のお願いしたりとか、あ、なるほど。ダンス音楽は出来上がってる曲をアレンジして歌うってことがほとんどでしたね。なんか前ちらっと聞いたんですけども、はいはい、ダンスで踊れるようにするには多少なんか、はい、リズムっていうか、間が違うとか、アレンジが必要っていうのは、それは、やっぱそうしないと踊れないものなんですか？踊れないですね。あ、そうなんですか。はい、その通りですね。じゃあ、この歌がいいからって、それで踊ろうと思ったら、踊れないという。ですからね、先ほどの、そのワルツもね、そのテンポがありまして、はいはい。世界共通なんですよ。あ、なるほど。はい。ですから、早くていいかっていうわけにいかないんですね。そのスピードが全部決まってます。あ、なるほどね。はい。じゃあそれに合わせて作ってると。そういうことですね。またじゃあ、日本の他の歌でもそういうふうにアレンジして歌ってると。もちろんそうですね。そういうことですよね。はい。はい、じゃああとはまた引き続いていろんな話を、今度雑談の方でしたいと思いますので、はい、はい、どうもありがとうございました。はい、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、では最後に今後のご予定や PR をお願いいたします。今年の大きな目標としては、9月の3日のこの練馬文化センターですけども、はい、それをぜひやり遂げたいなと。で、その後の、細かい賞は一応全部中止になりましたので、11月ぐらいに田辺さんと心根由美子さんをお迎えして、北原明のディナーショーっていうのを、ぜひこれもやり遂げたいと思っております。はい、以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、本日のスペシャルゲスト、北原明さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。すいません。音の方の、トラブルがちょっと続いてしまいましたが、とってもダンディーでオーラがすごい方でしたね。ありがとうございます。はい。北原明さん、お忙しい中ご出演いただきありがとうございます。そして今日のゲストの方々もご一緒に雑談コーナーがあります。皆様このまま配信見ていてくださいね。それでは一旦 CM でーす。
きます。紳士ジャケット上下セットコーデをご紹介します。ジャケットとパンツを合わせることでおしゃれさが増し、かっこよさが引き立ちます。皆さんこんにちは。川岡さんこんにちは、はい、岡川さんこんにちは。ただいまの CM ですね。2019年11月28日木曜日、練馬文化センター大ホールで行いました第9回悠々モデル歌謡祭のファッションショーを見ていただきました。それでは、皆様お待ちかねの雑談ですね。雑談コーナーに参りたいと思います。はい。それではゲストの方々に引き続き登場していただきましょう。本日のゲスト、望月裕二&千鶴子さんと北原明さんです。こんにちは。こんにちは。そしてカメラに映ってませんが、皆様見て右手のジョイントコンサートのポスターがこちら画像であると思います。そこのもうちょっと右側にゆいモデルの社長がおります。はい。はい、手が出ましたね。手だけ出てます。はい。皆様よろしくお願いいたします。そして先ほどですね、望月裕二&千鶴子さんご紹介していただいたお歌の方が私の方でちょっと音源間違っておりました。申し訳ございません。はい、先ほど流させていただいたものがクラス会の歌という2番目の、はい、お歌ですね。はい、ではそうしましたら奥阿賀慕情聞いていただきましょう。こちら BGM でかけさせていただきます。はい、では雑談の方。はい、どうもお疲れ様でした。じゃあコーヒーで、はい、ビールじゃなくて、はい、ワインでもなくて乾杯なんで、ちょっとこれマスクを取らさせていただいて。そうですね、マスクを飲めないので取っていいですか。はい、取って、はい、出ないとつけたまま飲めないでしょ。あ、どうもお疲れ様でした。どうもお疲れ様です。お疲れ様です。今日はね、せっかくの雨で、一日雨っていうんでね、なんか来ていただいた時にね、大変なんですけども、はい。望月さんは、望月裕二&千鶴子じゃなくて、なんか見たら、ウィズ千鶴子さんになってるんですね。なんかこだわりかなんかあるんですか？いや、先生の…先生、私はウィズの意味がもうわからないくらいなんで、セットということで。はいはい、あ、そういう意味でね、はい、はいはい。普通はね、なんかアンドってこのような字書いてるですけども、ね、はい、はい。おしゃれなのが好きみたいな先生、ね。そうですね、先生おしゃれですよね。そうです、おしゃれですね。なるほど、そういうあれで、はい、深い意味ありませんので。いやいや、でもそれは深い意味じゃないですか。はいはい。で今ね、今日こうやってやりまして、どうでした？生配信っていうのはちょっとまだ見てないんであれでしょうけど、ずっと流れてますから今、はい、松田さんこんにちは。清水さんこんにちは。させていただきまして、少しでも一人でも多くの方にこう分かっていただきたいなという思いで、ね、おりますので、よろしくお願いいたします。こういう風に流れてます。今これは現実です。浦久美子さんこんにちは。松田さんこんにちは。下山さんこんにちは。随分素敵に写ってるじゃないですか。はい、ありがとうございます。その望月さん、Facebook されてるんですよね。はい、はい、後でタグ付けさせていただきますので、はい、皆様そちらのタグ見ていただいて、はい、ぜひとも応援の方よろしくお願いいたします。今流れてるのね。はい、こちらになります。奥阿賀慕情になります。はい、あれですか、北原さんは、はい、ダンスの歌を歌ったりなんかしてて、はいはい、なんかそれで困ったこととか良かったなってことなんかあります？困ったことは特別ないんですけれども、
先ほど の, そのダンスホールでね、従来は外国の曲がほとんどだったので、はいはい、僕が歌い出した時に、え、歌謡曲を社交ダンスに歌うのかっていう逆に反響がこうありましたね。批判の声が最初ありましたね。あ、そうなんですか。はい、でそれが歌ってるうちにだん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 皆さん慣れてきて、さくらさんこんにちは、猪俣さん いつもありがとうございます。なるほどね、はいはい、あ、なるほどね。それをと感じてますね。それのじゃあ先駆者ですね。そうですね。あの当時アルバムを出したのは日本の第1号というタイトルをいただきましたので、はいはいはい、だったと思いますね。あ、なるほどね、はい、なんかあのダンスホールっていうかダンスのところが一番最初に、はい、どこでしたっけ、赤城なんとか、群馬県にですね、はい、赤城地域っていうの地域があるんですよ。赤城山の、赤城山のふもとなんですけど、はいはい、そこにダンスは、そこに実はダンスホールがあって、あ、そうなんですか、はいはい、はい、そこが先駆者なんですね、結局。あ、そうなんですか、で皆さん日本中からそこのダンスホールにバスを使って踊りに行っていたのが僕ら見てましたね。柴谷さん、こんにちは、はい、なるほど。と何回も行ってるんですか、そこには。 ですから僕はそこの専属の歌い手でいましたので。あ、なるほど。じゃあ毎日歌ってたみたいな。毎日でもないですけどね、歌ってまして、はい、はい、で歌謡曲演歌の天水さん、こんにちは、歌わせてほしいって来るんですけども、一切歌わせなかったんですね。あ、なるほど、ね、はい、というのはリズムテンポがあったからなんです。あ、なるほどね。歌わせられなかったんですね。でも演歌でワルツはちょっと厳しいですよね。でも今聞いてたところですね、奥阿賀墓場ですか、これダンスで使えそうだなと思いながら実はさっきから聞いてますね。あ、なるほどね、はい、はい、じゃあその曲でなんかね、またダンスも一緒にやれればもっと幅が広がるんじゃないですか。阿賀町のダンスクラブかなんかがあれば、そういうところでね、さくらさんこんにちは、いいかもわかんないですよね。で、その、厚木、赤城ですね。あ、ごめんなさい、厚木じゃない、はい、赤城、赤城山の赤城ですね。赤城ダンスホール。赤城ダンスホールのなんか歌かなんかあるとか。あるんですよね。あ、そうなんですか。それってまた後で、ちょっと、それを先ほど、そうですね。ちょっとこう、間違ってかかったんですけどね。はい、あの赤城ダンスホールっていうのは、そこのホール自体、今現在もないんですけど。あ、そうなんですか。約45年間ぐらいそこで、ダンスホールやってまして、で日本中からお客さんが来てたんですね。あ、なるほど、でそのテーマ曲っていうのがありまして、はい、それが赤城ダンスホールって、で歌い手、そのダンスホールの歌い手はバンドさんとかみんないっぱいいたんですけど、その曲をレコーディングしたのは僕だけだったんですね。あ、なるほどね。それを昨日思い出しまして、今日の夕々来るので、それちょっと持ってってみようなと思いましてね。なるほどね、はいはい。で途中でちょっと友人に聞かしたら、川は黄昏に流れるよりも赤城ダンスホールの方が売れるかもよとか言われて、ここへやってきたんですよ、今日。なるほどね。じゃあそれを歌おう、ちょっとね。今日ちょっと、はい、先ほど聴いていただいた曲は望月裕二&千鶴子さんで奥阿賀墓場でした。こちら裕二さんお一人で歌われてる曲なんですよね。はい、じゃあ続いての曲 BGM で流させていただきます。北原明さんで15万目ですね。こちらアルバムなんですか。アルバムです。あ、そうなんですね。少々お待ちください。群馬県の赤城山のふもとにある赤城ダンスホールというね、赤城ダンスホール約45年間ぐらいあったんですけど、今現在はもうないんですね。あ、なるほど、残念ですね。はい、はい、とってもこう素敵な曲なんですけれども、もっと早く全国発売してたら売れてたかもしれないなと思っているんですよね。はい、紅白歌手では北原明、こちらの BGM とともに皆様、北原明さんの、はい、雑談を聞いてください。北原明さんで赤城ダンスホールです。どうぞ。そして今日北原明さんから差し入れをいただいたので、こちらご紹介させていただきます。今日はお土産いただきましてありがとうございます。こちらゼリーですか。
あの、大体よくわかんないでこうやって言ってるので、すいません。美味しそうですね。わかんないですね。はい。じゃあ、後ほど。はい。あ、立花隆二さん、こんにちは。戸沢さん、こんにちは。どの前さん、こんにちは。なんかこの雑談コーナーはこのグダグダさが結構好評だそうで、ゆうゆうモデル社長とっておきのグダグダな感じが全面的に出てます。わざとやってます。意識して。受け狙い間違いない。ね、あの、3人ともあれですよね、9月3日の練馬文化センター、ね、はい、出演されますので、はい、9月3日はね、うん、ハニーシックスさん、はい、中村さん、こんにちは。それから加納博士さん、で、北原明さん、皆さん、ダンス曲に合った曲を歌われるということで、うん、今回、そういう方ばかりが来ていただいてるんですね。ですから昔、例えばサザンクロースさん、この前、生田目さんリーダー来られたんですけども、やはりあのダンスっていうか、キャバレーとかなんかでも、そういう時にも結構踊ってもらったりするということで、まあいろいろキャンペーンなんかも行ってたというふうに言ってましたね。はい、あ。で、それで、西森さん、こんにちは。北原明さん、ダンス曲の大歌が来ていただいて、一緒にダンスを。やると。で、舞台をね、あの歌手の方だけじゃなくて、ダンスをの、あのプロの方も一緒にその曲に合わせて踊りながら、あと歌うというような形のイメージを作って、去年の6月にやったんですけども、大変好評だったんで、まあ、今回9月3日もそれをやろうということで、今一生懸命やっています。以前ジョイントコンサートかなんかで北原明さんの後ろにスクリーンで映像流れたのもダンスでしたよね。はい、そうでしたね。ね、すごい印象に残っております。はい、あ、そうですけど、はい、見ていただきましたか。あの、そうですね、はい。バタバタしてましたが、そんな中、はい。そうですか。はい、あの以前はね、その時の代表曲が、僕はね、心を凍らせてを、はい、タンゴで僕が歌ったと思います。で、プロダンサーがタンゴで踊りました。そうなんですね。そんなことおそらく全国で初めてだったと思います。高山源さん聞いたらびっくりしてると思います。そうです、だけどちょっと歌えないかもしれないね。練習しないと。看護の歌い方っていうのは。あの、ね、コロナの自粛中は発声練習か何かやっぱされるんですか？そうですね。やっぱり、あの、年中歌ってないとダメだなって思います。お二人も発声練習は全然。あ、そうなんです。なかなかね、やっぱり。でも、まあ、ちょっと車でちょっと外に出るときなんかはね、ちょっと、あの、歌いながら運転したりしますけど。あの、大音量で窓開けて。気がついたら窓全開でした。ね、2ヶ月ぐらいは長かったですよね。もう少し。北原明さん、ステージのご予定はやっぱうちのあれですか、はい、9月3日で。ですからね、先ほど言いましたけど、うん、今年あと13個あったのが全部なくなったんですよ。ですから9月の3日と、あと11月予定、それぐらいです。こちら、アルバムそのままリピートで流しちゃっても大丈夫ですか、はい、次1番目から流れるように。はい。はい、セットしておきます。神の物語が単語で入ってたりとか。あ、そうなんですか。そうです、ね、聞いてみたいですね。ねえ、だからそういうこういう歌謡曲もこれから出すべきじゃないかなと。あ、なるほどね。ますね。はい、じゃあ千鶴子さんも自分の歌に合わせてダンスで踊る。いや、あの、ダメなんです、あの踊りの子は。じゃあ誰かに、リズム感がまず誰かに友達に踊ってもらう。その前に痩せないと。クレダイハミさんにはいつも言ってるのはね、痩せちゃダメよ、痩せちゃダメよ、今を維持してね。加藤さん、こんにちは。青柳さん、こんにちは。北原
きなさんは Facebook はされてない、はい、もうそういうのが一切ダメなんですけどこれからはちょっとやらないとそうですね、勉強しないといけないから、清水さん、こんにちは、ね、はい、三里玲乃さん、こんにちは、ね、今、はい、今日をきっかけに勉強しようと思います、はい、よろしくお願いします、はい、今度はあれですか、いつあの阿賀の町へ、阿賀のじゃないよね、阿賀町、はい、ですね、まだCD できてですね、コロナが始まった頃に3月にもできたんですけど、ね、阿賀町にね、持っていこうと思って、はい、一度行ったんですけども、野花さん、こんにちは、東京でもうコロナがちょっと、ああなるほどね、だったんで、ちょっと実際行くのはちょっとまずいなと思って行ったんですけども、そのままあの直前に帰ってきちゃいまして、はいはい、まだこれからもうちょっとしたらね、阿賀町の方にちょっと、納めにね、行こうかなと思って、あ、そうですね、東京から来るなって、はい、なんかね、そういう時ありましたもんね、はい、はい、それでは一度新型コロナウイルス感染防止について UU モデルから少し、はい、そうですね、はい、お伝えいたします。 UU モデルでは来店時の手指消毒、そしてマスクの着用、来店時の検温をお願いしております。これハンドジェルですね、はい、ハンドジェルでやっていただきます。はい、そして UU モデル店舗内での対策です。低濃度オゾン発生器の設置、紫外線消毒器の設置、店内の定期的な換気、そしてそちらオゾンになります。はい、紫外線消毒器はちょっとお店の奥の方に設置しております。そしてご来店のお客様へのアルコールハンドジェルをプレゼント中です。はい、ありがとうございます。はい、ポケクリーンの方プレゼントしております。で、社長、はい、なんか目の前にいるのにちょっと時差がここ生まれているようです、皆様じゃあ検温ですね、はいはい、では社長、ポケクリーンの方を皆様にプレゼントしていただいて、ね、はい、はい、この花さん、こんにちは、見ていますとコメントありがとうございます。ありがとうございます。これの中で、はい、はい、3本1袋でプレゼントしております。はい、それではお時間が残り5分となりました。あ、5分ですね、はい、はい、じゃあ宣伝っていうか、まあ予定はねなかなかないんですけども、これからどんな風にやっていきたいかなっていうことで、まず望月さんの方から。そうですね、まあ、ようやくカラオケもねできるようにはなってきたんで、まあ7月入ってからですね、まあ少しずつ活動していきたいなと思っております。そうですね、ユーユーモデルさんの方からいろいろね提案とかいただきまして、本当にありがたいと思います。とにかく一生懸命できることを頑張ってPRしたいと思っております。よろしくお願いいたします。はい、では北原明さん、はい、お願いします、はい、そうですね、やっぱりこれからの歌謡ショーはやっぱり時代とともに変えていかなきゃいけないんじゃないかなと、まあ、そういう意味では、ゆうゆうさんの今回のそのフェイスブックを使ったライブ配信、ね、ライブ、これはこういうことをやっぱりどんどんやっていかなきゃいけない時代になるのかなと、まあ、そのための準備も僕らもしていかなきゃいけないかなっていうふうに思っています。はい、あと僕の方からちょっといくつか今の状況の中で言いたいことがあるので、一つは加藤登紀子さんが6月28日にライブっていうか、オーチャードホールで2150人のところで1000人入れて一応やります。6月28日。それを見ながら、どんどんうまくいけば、いろんなところが多分まだやられるかなと思うんですね。中止じゃやっぱりね、歌手の人も歌う人も大変だし、なんとか頑張ってやりたいなっていうことと、水木遥さん、こんにちは。もう一つ先ほど出たマイク河原さん、はい、っていう歌手の方が、こういうことやってるんですね。クラウドファンディングっていうことをやってます。で、歌手の人もほとんどなんか、6、7、8と、
歌う場所がない、仕事がないっていう中で、クラウドファンディングで、お金を、まあ、募集しているということで、一応100万円集めたいと。まあ、今、どんだけ言ってるかちょっと僕も、今日の時点でわからないですけども、なんとか100万円集めて、それで、サトレーナさん、こんにちは。自分のイベントかなんかのチケットを販売したりするということで、今、まあ、やってます。そういうことで新しい企画がどんどんできてくるのかなっていうことで、思ってます。はい。はい。美里玲奈さんからコメントをいただいております。とってもいい感じですね、と。Facebook 始められた歌手の方なんですよ。最近。ね、数日前ですよね。はい、ありがとうございます。ね、ありがとうございます。それでは、今日のゲスト、望月裕二&千鶴子さんと、北原明さんでした。お忙しい中ご出演いただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、皆様コメントと、あと、こちらですね、ウェーブの方、たくさんありがとうございます。原さん、こんにちは。ゆゆモデルの方ですね、こちらジョイントコンサートのお知らせと今見えてると思いますので、はい。こちら延期となっておりますので、チェックをお願いいたします。それでは、こちら北原明さんの曲ですね、アルバムになっておりますので、このまま BGM で使わせていただきます。ではお待ちかねの悠々モデル視聴者プレゼントコーナーに参りたいと思います。悠々モデル新商品スカーフマスクを視聴者の方3名様にプレゼントいたします。こちらになります。皆さん、スカーフマスクご存知ですか？新型コロナウイルスの感染拡大防止として海外で大人気のスカーフマスクは、おしゃれにスカーフとマスクを楽しめるアイテムです。こちらはゆゆモデルオリジナルのスカーフマスクになります。いろんな使い方ができます。そしてこれから日焼けが気になる季節ですよね。これ1枚で首の日焼けも防げます。マスクの上からでも OK です。お食事の時は内側に折り込んで、おしゃれなスカーフに早変わり。こちらの悠々モデルオリジナルのスカーフマスクを先着3名様にプレゼントいたします。条件は Facebook の悠々モデルのページをフォローして、今日のライブ配信をシェアしてください。当選後にシェアとフォローしていただければ OK です。今から発表するキーワードをコメントしてくださいね。ひらがな、カタカナ、何でも OK です。それでは行きますよ。キーワードは、歌と社交ダンスです。どうぞ。あ、柴谷さんからコメントいただいております。はい。使いやすいですと。あ、ありがとうございます。こちらね、マスクの上からのカバーとしても、マスクカバーとしても使えますのでね、結構人気な商品です。はい。川原さん、こんにちは。素敵ですよね、と、コメントいただいております。ありがとうございます。さあ、3名様にプレゼント中です。あ、柴谷さん1番です。歌と社交ダンス、すごいです。ありがとうございます。そうなんです。いつも早いんです。ねえ、お洋服に合わせて、ちょっと色味と柄も結構うち違うもの用意しておりますので。はい。そして当選した3名様には配信後に Facebook のダイレクトメールをお送りいたします。宅急便ではなくメール便での発送となります。なるべく早く発送できるように頑張ります。気長にお待ちください。沢田二郎さん、こんにちは。いつもライブ配信お越しいただきありがとうございます。ただいま、スカーフマスクの方、キーワード入力していただけますと、プレゼント。そういうコーナーやっておりますので、ぜひぜひお待ちしております。こちらの柄も結構人気ですよね、店長。使い方は一緒になります。折り込むと、はい、マスクになりますので、
柴谷さんからコメントをいただいております。いつもありがとうございます。嬉しいですと。ではそろそろお時間の方が来てしまいましたので、プレゼントコーナーこちらで締め切らせていただきます。柴谷さん、またお送りします。ありがとうございます。では最後に UU モデルからのお知らせです。6月1日から営業を再開しております。営業時間が短縮しており、11時から18時、定休日は変わらず日曜日です。皆様が安心してご来店いただけるように新型コロナウイルス対策を実施しております。ご来店を心よりお待ちしております。そして毎週土曜日15時からのライブ配信は引き続き配信していきます。まだ少し不安な日々が続きますが、UU モデルではこのライブ配信を通して素敵な歌手の方々のご紹介をお届けしたいと思っております。そして UU モデルでは年に数回練馬文化センターで歌謡祭を開催しております。本当でしたら6月19日の予定でしたが、新型コロナウイルスの影響で9月3日木曜日に延期となりました。まだチケットございます。 Facebook のメッセージからでもお問い合わせ可能です。お待ちしております。ライブ配信へ来ていただいた皆さん、長時間お付き合いいただきありがとうございました。楽しかったですか？ちょっとトラブルの方がありましたが、申し訳ございません。はい。全国の歌手の方、カラオケ喫茶のマスターさん、ママさんたちにも、この配信が届きますように、皆さんシェアお願いいたします。お願いいたします。次回は6月20日土曜日15時から、ゲスト出演は、三浦京子&ハニーシックスさんと、阿部恵子さんです。そして6月18日木曜日、ゲリラでのライブ配信予定。ゲスト出演はあの入山明子さんです。通知オンにしてお楽しみに。それではまた18日木曜日、入山明子さんとお待ちしております。バイバーイ。バイバーイ。